自転車ってね、こう僕はやっぱ漫画の中で危ないものっていう風な表現はやっぱりしたくないと思ってるし、楽しいことすごいたくさんあるし、自転車って自分を発見できる乗り物だと僕は思ってるんで、どん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 みんなに乗ってほしいと思う。でやっぱり距離を乗るとかたくさん乗るとか、まあ山を登る、筑波山もあるし、山を登るっていう時には安全のためにヘルメットはかぶってほしいし、距離を乗るっていうことはそれだけリスクは増えてしまうので、まあ車のシートベルトと一緒ですよね。もう今みんな車シートベルトつけてるし、まあ今後やっぱり5年10年でどんどんみんなヘルメットをかぶってくれるんじゃないかなとは思ってます。自分自身もやっぱりそのレース中に転んだりとかして、ヘルメットの重要さっていうのはすごい理解してるつもりなので、みんなもいざという時にまあお守り代わりじゃないですけどヘルメットをかぶっておいてくれたら、いろんな事故が防げるかなとは思ってるので、まあぜひともかぶってほしいと思います。かぶろう、命のお守り、ヘルメット。茨城県警察